こんにちは、釣り動画のあきらです。今回は愛知県へプチ遠征です。東側の方へちょこっと行くだけなんで、運転も1時間ちょっとちょこっと運転して、で現地の釣り道具屋さんで餌買って、まあ、情報もちょっと仕入れつつやってみようかなと、まあ、ちょい投げ釣りでキスなんかが釣れればいいかなと思ってます。で道中浜名湖があるんで様子見だけしていこうかなと、うん、まあでももう10時過ぎなんで、まあ数頭して釣れるかっていうと多分釣れないとは思うんですけど、様子見だけしていこうと思ってます。15分ぐらいやったけど、まあ入れ食いでした。さあ行きますか。続いて目的地は左側です。狭っ。ここ入ってくるかね。目的地は左側です。お疲れ様でした。とりあえずここら辺でやってみよう。あ、なんかそこゴミがあるな。もうちょい向こう行くか。ゴミが左投げりゃ引っかかる。あ、なんか当たった当たった。おー、来た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 。1投目から来た。マジで結構引くんだけど。おー、釣れた。1投目から釣れた。さすがだな、あの人すげえな、あの釣り具屋の人。なんか来てはいるけど小さいな。
シビギス。めっちゃ釣れるな、ここ。来た来た来た。結構舐めたとこで。色の変わり目。今までで一番深いところで来た魚。なんだろう。引くぞ引くぞ。フグかい。フグかい。フグなんだ。え、深い。ちょっと投げると深いんだな、ここ。もう急激なブレイクになってる。こんなポイントがあるんだな。おー、来てる来てる。手前でしか当たりがないんだよね。目ごちがかかってからキスがかかったパターンだ、これ。見て、でかいのいねえかな。うわ、めっちゃちっちゃい、何か。ハゼドン、マイクロハゼドンですね。超マイクロハゼドン。あ、当たった。おー、ひひひひひ。おー、ひひひひ。おーっと、2匹 ?2 匹来たかな。あれ、今1匹外れた。今絶対ついてた。光ったもん、キラキラって。よしよし。おー、来た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 。おー、引く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 。ここのアベレージ。お、来た。あ、ちょっといいの来た。あ、嬉しい。なんか大きいの来たぞ。なんだろうなんだろう。キスだったら今日一。おー、引く引く。これ逃げられたくないな。何か見たい。キスだったらでかいよ。今日一の引きだよ。おー、引く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 。はい、フグ。フグさん。とんでもねちっちゃいハゼ、これ。とんでもなくちっちゃいハゼ。おお。メゴチ、メゴチ勢。うわ、ナブラじゃん、青物じゃん、あれ。いるんだ。あ、いる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 。キスさん、アベレージキスさん。
筆算。あのラインいいな、あの子釣れる。重い、嫌な予感がする。この重さフグじゃねっていう。ちょっとゆっくり巻きすぎたかな。ちょっと嫌な重さだな、状況的に。お、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 今日一だ、今日一。キスさん、ありがたい。おお。ネゴツとキス。おお、いいじゃん。ちょっと放置できたな、今。なんだろうな、大体新しいポイントはすぐ釣れるな、1投目で。お、キスさん、アベレージ。キスさん、今日一クラス、今日一クラスだよ。太ってるな、なんかぷくっとして近い。久しぶりに釣れたの。サイズアップ不可能だな。ん、良さそうなの来た。
何これ、ダイナミフィか、ダイナミフィ。当たりはね多かったんで、思ったよりちょっと粘っちゃって、今5時12分で、帰り際はもう一箇所寄っていこうかなと思います。一回ね大物を見てガンって来たんだけどね、うまくかからんくて、多分その釣れてるギスとかメゴチに食いついたと思うんだけど、何だったんだ、行きます。ちょっと一人もいねえな、釣れてねえんだ、そこは。マジ一面にいるだな、どこ投げでも釣れるっていうか当たりがある、小さい。さあ何がかかってるか、めっちゃいるこのサイズ。5匹キスさん、まずはもう天ぷら、天ぷらいただきます。うまっ、うまいね、これありがたいわ。うまっ、釣り道具屋さんのおかげだわ。なんて言ったっけ名前、釣り道樋口だって、なんだっけ忘れちゃったけど、おかげさまで。うん、唐揚げもうまい。こんくらいのさ、キスの素揚げか。うん、うまっ。いや、ちっちゃいの頭ごといっ、うん、うまっ。ありがたいものと、うまい。いや、はざまさん、風間さん、いただきます。うまい、キス天、うまい。頭がちょっと硬い、バキってなる、ならんや、あ、うん、バリッバリッってちょっとなるね、頭。うん。うん、バキッってなる。で、頭全部取った方がいいのかもしれない。頭ごとってなるとちょっと気になるかも。うん。まあ、俺は全然いいけど、まあ、頭取った方がいいのかもね。目ん玉かな、なんかわかんないけど硬いのがある、ちょっとだけ。
うん、バケってなる。頭ないければうんバキってなるね。だから頭はやっぱ無条件で取った方がいいのかもしれない。味がいいね。うん、じわっとこう、うまい。いや、三河湾もさ、あの伊良湖岬とか西野浜とかあの辺いいね。なんか西野浜のあたり深いじゃん、ちょっと。で、岬になってて流れもあるからあの辺いいなと思った。なんかそのキス以外にも何かチャンスがありそうな気がした。なんで、ちょっと投げると深いから、で結構ね、急な駆け上がりがあってさ、それ浅い方にキスがいて、深い方はちょっとあんまなんか分かんない。結構ね、こうクッとこう深くなってた。うん、あそこ回遊魚ある、多分ある時はね。ヒラメとかも全然、マゴチとかも全然あるようなポイントだった。いいポイント教えてもらったと思う。うん、なんか釣りマップみたいなの見せてもらってね。そう、まあメジャーポイントはメジャーポイントなんだろうけど、うん、それなりのポテンシャルがありそうな感じの場所だった。まあありがたいは何にせよ、めちゃ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 最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。三河湾もいいね。